皆さんこんにちは、おやじです。今日は2024年2月17日です。今私はですね、仕事を終えて帰っております。今日ね、私の担当する車がね、車検に出しましたので、で今日台車ですね、イスズのギガで仕事をしてきました。まあ1時間ちょっとしかね、仕事なかったんですけれども、今終えてね帰っております。で久しぶりにね、あのスーパーグレートとは違う車種の車を乗ってですね、随分と乗りにくいなと思いましたね。で十数年前のイスズギガなんでね、で真っ先に感じたのは視界が悪い、窓ガラスが小さいですね。フロントガラス、助手席の窓もそうですけれども、これメーカーで違うんかも分かりません。まあ今の新型のイスズは乗ったことないんでね、分かりませんけれども、まあとにかくね、視界が悪いなというのがね第一印象でした。そして左のバックミラー、まあバックミラーですね、スーパーグレートはすごい大きいんですよね、バックミラーがね。なので非常に見やすいかなと。それに引き換えですね、そのギガはですね、バックミラーがもう本当ね、おもちゃみたいな、手鏡みたいな、なんかバックミラーですね。まあ十数年前はそれで良かったのかもしれませんけれども、まあ今のね、新型ギガはもっと大きなバックミラーがついているはずです。まあそんなところでね、今週1週間終わりました。で先日動画にもあげましたけれどもね、この4月から給料が下がる会社で、そうでもない会社、逆に給料が上がる会社と、まああれはもう知りませんけれどもね、ほとんどの会社はまあ給料が下がるんじゃないのかなと思いますけれども、で大きく給料が下がるのはやはり長距離だと思います。長距離の仕事はね、まあそういった対策をねしてこなかった会社はもう4月からね、長距離ができない、やめてしまうかも分かりませんね。それで給料がね大幅に下がるかと思います。まあ地場に比べてはね、長距離はやっぱり下がりますよ。長距離自体やめた、で地場しか、地場あるいは中距離と、そういったことしかできない会社はね、やっぱね5万から10万下がると思います。もう手取りからしたらね、10万以上下がるところもねあるかも分かりませんけれども、で転職するんであればそういった会社がね、もうこの会社じゃもう飯が食えない、ローンが払えないといった方もねたくさんいると思うんですよ。そういった方はね、しっかりと自分の会社とよその会社をねリサーチして、で転職するんなら早めに今からね準備しておいた方がいいです。でないと4月からになってね慌てます。まあ、4月の給料がね、まあ、3月の給料なんでね、ほとんどのところが、そうは言ってもね、もう2ヶ月ぐらいしかないですよ。しっかりとねその辺の準備をしましょう。で4月からね、どうやら政府の方もね、重たい増税メガネですよ。あいつがね、重たい腰を上げたのか、なんかよ、何か対策したふりでも見せておこうかという感じでやるんかもしれませんけれどもね。まあ、4月から 10% の賃上げをしていくということを言っておりますけれども、言っておりますけれどもね、本当お願いしますよという感じです。で運送会社の方もね、しっかりと運賃をね値上げしてですね、今どこの、まあ、黒猫だろうがね、大手の
まあ、宅配だろうはね、まあ、日本通もそうなのかもしれませんけれどもね、多くの運送会社はね、賃上げに向けて今やっているだろうと思います。で、国の方もね、そういった方針をね、示したので、随分やりやすいんじゃないのかなと思います。ですのでね、しっかりと、ここが大事なんですよ。出発がね、4月からの、そこをね、運送業界全体がね、足並みを揃えて、賃上げに行ってほしいなと、思っております。で、そんな中でね、ずるい会社がいるんですよ。うちは賃上げしませんから、うちに荷物をくださいみたいなね、そういったバカな会社がね、いると思います。そういった会社はね、ぜひともね、トラック人面たちにね、やってもらいたいですね。そんな、なんちゅうんですか?抜けがけっちゅうかね、なんかほんとね、そんなことをやってるから、運賃上がらない。低賃金な、もう運送業界でね、ずーっと来てしまったんですよ。そんなことをするからね。もうそんな時代じゃないですよ、もう。ですのでね、ぜひとも、しっかりとね、賃上げをして、してもらってですね。そして、もう運転手がね、ドライバーが、運送業界でね、しっかりと、もうね、夜昼、寝る間もなく働いて、人並みの生活でなしに、もうね、世間と一緒のように、週休二日制であり、カレンダー通りの休みであり、で、盆も正月もね、しっかりと体を休めて、それで、お給金も、普通に世間並みにもらえると、いった感じにね、していただかないとね、絶対運転手はね、もうね、もうやめたっちゅう感じですよ、本当に。はい。ですのでね、その辺のところはね、しっかりとやっていただきたい。まあ、ただしね、労働時間が本当ね、長くできなくなるので、賃金下がるのはね、もうこれも、致し方ねえのかなとは思いますけれどもね。でもあまりにも下がるような方向であると、本当ね、運転手不足なんで、本当そのところは、運送業界がしっかりと、やってもらいたいですね。で、働く従業員である我々もね、会社としっかり密に連絡を取り合って、で、組合があるようなところ、ないところは、サブロク協定があると思います。その責任者を通してね、会社に4月からどうなってるのと、賃金どうなるの下がるのと、いったようなね、で、下がるんであれば、下がらないようにね、何か交渉をね、すると。それがね、サブロク協定であり、労働組合なんですよ。でね、そんな賃金交渉もしないようなね、組合だとか、サブロク協定はね、もうない方がいいですよ。で、そもそも、残業とかしない、もう全くしないような運送会社は、そもそもね、組合も、サブロク協定もね、いりませんのでね。ですから、まあそういった会社は、お給料上がることもなければ、まあ下がることもないのかなと思いましたけれども。まあそれ以外の会社はね、何らか影響があると思います。ですのでね、今のうちからしっかりとね、リサーチをして、転職する人、今の会社に留まる人、今の間にね、その辺しっかりとね、判断した方がよろしいかと思います。でないと、もう5月、6月、夏場にはね、大変ですよ。
もうこれどう払えわということになる前にね、しっかりとそのようなねリサーチをしておくことをお勧めします。はい、そういったところで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。それでは皆さん、この後もご安全にいってらっしゃい。